アプリケーション開いてプレミアプロを開くと、新規プロジェクトに行ってテロップ、練習みたいな感じ、作成。前回適当に撮ったこの遊んでる様子の動画がありますので、このフォルダーからもう動画全選択してドラッグ&ドロップで、これ外の動画なんです。これなんつうで、風の音も入ってるんで、一旦このエフェクトからクロマノイズ、クロマノイズ除去、これを、クリップ全選択してもう全部に適応してあげればいいんじゃないでしょうか。で、次は文字起こしをするんですけど、ウィンドウ開いてから、こちらテキストで、シーケンスから文字起こしですね。これをクリックして、言語は日本語で、トラック上のオーディオ、まあ、オーディオ1にすればいいのかな。で、ちょっと子供とかも映ってるんで、さまざまな話者が話している時に認識するっていうのにチェックが入っているので、このまま文字起こし開始。で、このような感じで文字起こしが、終わったので、今ここで押しても SRD ファイルだったかな、まあできない、まあ一旦このキャプションの作成ですね。で、これで作成をします。このように、なっているので、ここでようやく右上のこの点々、これ SRT ファイルに書き出しを選択して、ちょっと分かりやすいようにデスクトップでいいかな。で、これを保存を押します。で、もうこれ一旦もテキストウィンドウはもう閉じてしまって問題ないですね。次、この動画のファイルを出力していくんですけども、これこのまま出力しちゃうと、次に使うブリューっていうのに、この目のボタンを押して非表示にしてから、こちらの書き出しですね、書き出しで書き出しを書き出しをってなっちゃった。ということで、ビデオの書き出しは成功したということで、プレミアプロは最小化しておきましょう。アプリケーション開いてブリュー、ブリューって読むのかちょっと分かんないんですけども、これ開きますと。ここら辺は、まあ後で通知でいいか。で、新しい動画を始める。で、今出力したこの動画ですね、開いて選択して開きます。で、確認。でも、こちらも音声分析してくれるらしいですね。はい、ということで完了しましたので、続いてはこちらの字幕のタブから字幕ファイルを読み込む。で、ファイル添付からさっきの SRT ファイルを選択して開くと。で、インポート。字幕ファイルをプロジェクトに反映しました。ここでやることはもうほとんどないので、ファイルから他の形式でエクスポート。で、こちらのプレミアプロの XML ファイルで出力形式あるので、これを選択してエクスポートします。まあ、デスクトップで保存と。完了しました。しかも×を押して消しちゃって、こっちのこれも保存しないで、あ、ここにありますね、XML ファイルがあるので、プレミアプロを再度開きまして、ここにドラッグ&ドロップ、ビット。で、できたのがここにあるんですけれども、先ほどのこのキャプション、自動文字起こしをした動画の、あ、来た来た。ドラッグ&ドロップすると、このようにキャプションからエフェクトかけれる、このピンクの感じになるんです。こっちの動画とか、こっちの音声ファイルは特にいらないので、テキストのみ、コピーをします。コピーをして、ちょっとわかりづらいのを拡大。キャプション1をアクティブ化して、この最初の、このライン、最初のラインに合わせて、で、このまま貼り付けしてしまうと、このような感じになってしまうので、この V1 を非アクティブ化っていうのか、V2 をアクティブ化して、そのまま貼り付けすると、キャプションと、さっきのテキストが同じような感じに
になります。非表示にしていたサブタイトルを表示してみましょう。でこれ両方なっているのでしょうか。見てみて、なってますね。これちょっとあのテキストがこう2つかぶっちゃってはいるんですけれども、 V1 もアクティブ化しといて、テキストをかぶってるんですけども、あ、こうか。これ非表示にするとお互いこのようになる。こっち非表示にしといて、こっちのサブタイトルがまあちょっとメインでいく感じなので、これを編集してみましょう。キャプション選択してからエッセンシャルグラフィックス、自分の好きなようにシャドウも消して、背景はで、次にこのトラックスタイルで、これスタイル作成ですね。黒背景を、黒背景にすればいいか。黒背景を OK にすると、今ここで編集したんですけども、次のキャプションとかにも全部、適用されてますね。でここまではまあいいんですけれども、ちょっと一旦あの V に、また表示しといて、サブタイトルキャプション見えなくすると、まあ裏にはあります。エフェクトをかけようかなと、さっき作った、地震というエフェクトをこっちのサブタイトルの方にかけようと思っても、これかけれないんですよね。かけれない。下の方にはかけれる。一旦ちょっとこっちを非表示にして、地震のエフェクト、こうなんかドクドクドクってこうなってますよね。これはあのサブタイトルの方にはかけれないんですけれども、今こっちの方にはかけれるということなので、今度はこっち、下の方ですね。エッセンシャルグラフィックスを選択してから、このテキストを選択すると、やりたいようにやればいいのではないでしょうかという境界線をもうこんなんでいいやっていうふうに、すると、これなんかこのサブタイトルの方ではかけられなかった、地震はちょっとあの作ったんですけども、このような、エフェクトをかけれるようになると。基本はこれなんかこっちのサブタイトルにして、何かがあった時に、こっちの V2 の方を使うというような使い方がいいのではないかなと思います。エフェクトかけたいようなものを使いたければこっちのキャプションの方を一旦消して、こう交互にその場その場に応じた、テロップ入れができるようになるのではないかというような感じでした。よし。